高津監督のインタビューです。放送席、そしてペイペイドームにお集まりのスワローズファンの皆さん、優勝監督インタビューです。見事優勝を決めました東京ヤクルトスワローズ高津慎吾監督です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。2018年以来4年ぶり2度目のこの交流戦頂点に立ちました。まず今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、優勝できたことはもちろん嬉しいですけれども、やはり、すごくパ・リーグというのを意識して、ずっと戦ってきましたし、全チームにこう勝ち越してって、優勝できたことがすごく嬉しく思ってます。今日の試合についてもお伺いいたしますが、村上選手の2打席連続ホームラン、主砲が頼りになりますね。そうですね、2スイングで、ツーランと満塁ですからね、やはりすごくいいタイミングと、チームにとって欲しい追加点とというところで、しっかりとしたスイングをしてくれたと思ってます。また逆転勝ち、それから接戦をものにするシーンも多くあります。やはり強さというものを感じるんですが、監督からご覧になっていていかがでしょうか。はい、この交流戦通じて、やはりこのリリーフピッチャーの頑張り、先発ピッチャーからどうやって最後の、ね、マクガフまでつなぐかというところのつなぎというのは、本当によくできたと思ってます。リリーフみんなが MVP だと思ってます。そのリリーフ陣は6月に入ってまだ誰も点を取られていません。これはいかがですか。そうですね、ちょっと繰り返しになりますけども、よく頑張ってくれていると思います。本当に頼りにしています。これで交流戦は全カード勝ち越し、そして9カード連続勝ち越しと、また球団記録を更新しました。好調ぶりは監督からご覧になってどのように感じられてますか。目の前の一戦をこうどう戦うか、どうやって勝ち切るかということを、意識してやっているので、あまりこうカード勝ち越しとか、あまりこう考えてないんですけども、その積み重ねが、こういういい結果につながっているのかなと思ってます。リーグ首位もがっちりキープで、2年連続の日本一へ弾みもつくこの交流戦の優勝だと思います。まだシーズンは続いていきます。ファンの皆さんへのメッセージと、そして改めて意気込みを最後にお願いいたします。はい、交流戦は明日です。18試合目最後の試合になります。まだシーズンは半分も来てないですし、まだまだこれから大変な時期に差し掛かっていくと思います。一生懸命、ファンの皆さんに楽しんでいただけるような、素晴らしいゲームを続けていきたいと思います。どうぞこれからも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。見事交流戦優勝を決めましたヤクルトスワローズ高津慎吾監督でした。ありがとうございました。4年ぶり2回目の交流戦の優勝。